佐藤百太郎、佐藤百太郎から1910年12月24日は、日本の実業家で、日本における百貨店の創始者であり、日本領事をも務めた。日米貿易の先駆者である八代目、王の伝兵衛の親類、議定明治4年岩倉施設団一行の通訳としても、活躍した。蘭寿法省受賞。1853年、下兎国桜に、 順天堂二代目、佐藤小中の長男として生まれる。茂の理官を経て、源氏元年には、横浜のヘボン塾で、米国長老派協会系医療伝道の宣教師、ヘボン夫人から英語を学ぶ。1867年、死費でサンフランシスコへ赴く。1871年に一度帰国するが、すぐに、明治政府からの官費により、ボストン技術学校で、 経済学などを学ぶ。ニューヨークに日本米国領商組合会社を設立して、雑貨等の販売に従事。対等な日米貿易については、百太郎の親類である王の修英による東金町東金茶の輸出が走りである。左縁の名を東吉見縁といい、アリス川の宮たる日と新能が命名した。1874年頃まで、 東吉マ園の営業成績は良好な状態を続けていた。横浜貿易における茶の輸出状況が良好であったからである。州 A は商売についてはかなり新種的なところがあり、アメリカとの直接取引を起きとしたのである。横浜に視点を持っていたウォルシーギー紹介と契約を結び、アメリカへの自給輸出を実現するに至った。 周営が米国への時期輸出を始めたのは何時であるか、はっきりしたことはわからぬが、佐山茶よりは早かったと思われる。しかし、周営は病の床に伏し、去年47歳という若さで亡くなった。これは、安ず義美園にとっては最大の痛手となり、将来の目途が立たず、加えて、客観情勢も悪化の傾向を示してきていた。すなわち、茶の輸出量も減り、 茶の価格も低落を示していた。要因としては、日本の生茶業者の中に悪質なものがいて、粗悪な品を輸出したため、アメリカ側が不信を示し、輸入を制限し始めたことがその主たるものであった。一説によると、静岡のある業者が柳の葉を混入して送ったのが発覚してそれが直接のきっかけとなったということである。日本政府はそれまでは業者に任せきりで、 公認していたので、悪結果を招いてしまったのである。そこで、明治12年横浜で、第一回の成茶共振会を開いて、対策を講じてみたが、なかなか好転の見込みは立たなかった。その後、大野家では、養子し佐藤哲次郎が後を継いだ。彼は、蔓、ま、延元年10月15日の首相で、州 A の没した、明治9年には17歳の少年であった。 とても後とを作するほどの力はなかったであろう。親戚の主だった者や使用人中の幹部たちが後、始末に努力したのであろうが、生茶業は縮小してゆく、より他はなかった。安ず義美し東金茶は明治20年頃までは創業を続けていたが、間もなく廃業してしまったごとくである。一方、百太郎は1875年に狭山茶をニューヨークに輸出。 その翌年には、桜茶を輸出。1875年に一時帰国して、時点で、米国商法を学ぶ、商業実習生を募集し、森村豊、荒井良一郎、伊達中七、鈴木藤一郎、増田林三郎を連れ、米国に戻る。1876年、ニューヨークで、森村豊と共に、日の出商会を設立して、雑貨商を営み、森村豊の兄、 森村一左衛門が日本から骨董品や陶器、蝶賃などを仕入れて送った。また荒井良一郎とは佐藤荒井組を共同経営してキート貿易に着手。帰国後は大倉省出資。1910年57歳で没、京都伏見の桃山善光寺に葬られる。森村豊。共同で日の出紹介を立ち上げる。ありがとうございます。